そのデビューは、入って1年以内にデビューはできたのかな。デビューはですね3ヶ月でデビューさせていただきました。そうだったんだ。優秀だね、はい、じゃあ基礎体もちゃんとできて、はい、うん、基礎体とかそういった面はできたんですけれども、うん、やはり全然気が使えなかったんですね、うん、他人に対してとかっていうことでね、はい、まあそうか、まあでもそれはもういきなり覚えるもんじゃないもんね、怒られて怒られてやっていくもんだもんね。まあ、あの運のいい人っていうか容量のいい人はパパッと覚えてね、はい、やる人もいるんだけどね。で容量の悪い方だったのね。すごく悪かったですね容量の悪い方ということで。でもまあ3ヶ月ですぐにデビューをして、デビュー戦は誰と。デビュー戦は加藤園子と。あ、同期でやったんだ、はい、同期同士でデビュー戦しました。デビューしてからはどんどん拍子、試合的には、自分の試合的にはどうだったんだろう。あのデビューしてからはそうですね、評価は、うん、驚異の新人と呼ばれて、評価はすごく良かったんです。良かったんだ、良かったんだ、うん、はい、そうか。私が、ガイアができた時っていうのはもう全くプロレス界から離れてて見てないんだよね、里村さんのことを見て、はい、ブルさんがアメリカに行かれていた時で、そうだね、行ってる時だよね、はい、そうだ、行ったり来たりで最後の WCW の時の後に多分できたと思うから、もう全くプロレスやめようと思って離れた時だね。その時にデビューしてるんだ。その時はもう驚異の新人っていう感じで、はい、ということで、うん、そうですね、普段、うん、あ、普段というか週刊プロレスはすごく大きく取り上げられていたんですけれども、うん、自分的にはそれはなんでこんなに自分が取り上げられるんだろうっていうふうに不思議に思ってました。あ、本当、はい、まあ、シュープロだって絶対に ね、あんまし自分が好きだから乗せるっていうのはないと思うから、やっぱそんだけ期待の新人っていう感じで乗っけてくれたんだろうね。嬉しい、まあ嬉しいは嬉しいよね、それは。そうですね、不思議で、でも自分はこんな、うん、こんなところで評価される人間じゃない、やっぱりチャンピオンになりたかったので、うん、あーはーはー、はい、もっともっと上を目指してたから。そうですね、トップレスラーのアジャコング選手を倒すまでは、うんうん、その時のトップはアジャで、はい、アジャさんでした。ガイアの中でもアジャだったのかな。ガイアジャパンの中ではアジャさんはその時は全日本女子プロレスだったので。あ、そうかそうかそうか、はい、あ、全女のにいながら、あ、その時はまだ全女にいたんだ、アジャ、はい、じゃあガイアにいながらもアジャコングを倒すが一応目標だったんだね、その時の。そのガイアの中での、ね、あのトップとかではなくて、もう全場を見てた、はい、ガイアにいながら、はい、これもちょっと不思議だね。一番トータルしたその一番トップに立ちたいという思いがありました、うん、たりと思ってたんだ。それは、新人何年目の時。もうでもデビューする前からもう思ってた、ずっと思ってました。あ、本当、はい、あ、すごい。だってさ、新人だとして考えて仕事がいっぱいありすぎていつもミスしたりとかして怒られたりとかしてる中でも、プロレス的にはこうなりたいっていう、しかも女子プロレスというか、まあ、プロレス界総合のチャンピオン、あそこに目指したいっていうふうに思ってたんだね。ちょっと思ってましたね。思ってました。5年かかりましたね、うん、あのチャンピオンになるまでは、ガイアジャパンのチャンピオンになるまでは5年かかって、うんうん、その5年の間にアジャコングさんが、うん、その全日本女子プロレスを辞めて、うんうん、今度ガイアジャパンに参戦するようになりまして、で初めて対戦させていただく機会があって、でからやっぱり最初全く叶わなかったです。全く初め全く叶わなかった。全くでしたね。あの私も体重軽かったので、うん、60キロぐらいしかなくて、うんうんうん、いつもロープに振られる力が強すぎて、うん、もう向こうのロープに走れなかったです、うんうんうん、はい、力が強すぎてね。力がもうこんなに違うんだと思いました。じゃあガイアの中ではまあ、体格とかもみんな同じぐらいの子たちだったり、はい、まあ、同期だったりとかが、だからそんなに力そんな強い人はいなかったんだ、はい、あ、本当。じゃあびっくりしたよね、アジャとか初めて当たった時は、うん、まあ、すごく体も私156センチしかなくて、うんうん、体重もなかったので、うん、この小さい自分をどうやったら上まで持っていけるかっていうことで、うん、長代さんもすごく目をかけていただいて、うんうん、まあ、あと15キロは増やさなきゃダメだっていうことで、うん、あ、体重をまずは、うん、あの長代さんも、うん、あの毎日家に呼んでくださって、うん、もう夕飯とかごちそうになったりとか、うん、あ、東京に、そうです、あ、呼んでくれて、その時はもう横浜に移られてたんですけれども、まあ、寮じゃなくて、はい、自分の家に呼んでくれたりとか、長代さんのご自宅で、うん、もう料理作ってくださって、チコさんが、そうです、わあ、すごい、はい、
私一回も作っていただいたことはないんですよ。一回ぐらい食べてみたいです、長谷さんの料理。何をどういうの作ってくれたの、長谷さん。あのちゃんこが多かったです。あ、ちゃんこ鍋で、はい、ちゃんことか、あとはお肉を焼いたりとか、うん、あ、ほんと、はい、うわ、あと10合のご飯を炊いて、うん、10合丼で10杯食べましたね。丼で10杯食べる、はい、ご飯をだよね。1ヶ月で10キロ太りました。本当に、はい、すごい速さ、それも速さすごいけど10杯食べるっていうのが、食べきれたの？初め食べれないでしょ、だって食べれなかったです。だよね、はい、もう練習時間いつも吐きそうで、うん、食べた後練習なんだ、苦しいまま練習したりしてましたね。うわー、受け身取ったらなんかもう出そうな感じだよね。そうですね、とかね、ちょっとは今の時代ないですよね、うんうん、やっぱり消化する時間とかも考えて練習時間を設けるので、うんうんうん、その時はもうそんなことも関係なしに、ちっちゃかめっちゃかでした。もう本当に、はい、そっか、長谷さんも初めてこう自分の団体を持ったし、初めての新人育てるとかでいろいろね。そうですね、長谷さんもそのどうにか私たちの世代をその上に食らいつく、つかせるために、やっぱり体が小さいっていうのはすごくコンプレックスだったと思うんです、うんうんうん、私たち全員、うん、あの身長が低かったので、うん、それをどうにかこう上に上に持ち上げるにはっていうことをずっと考えてくださって、それで私も初めてアジャコング選手からベルトを取って、取るまでになるんだ、2000年に初めてアジャコング選手からベルトを取ったんですね。でベルトを取って一応団体の頂点にはなったんですけれども、そこからどん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 集客が落ちていきまして、それで初めて自分自身のそのレスラーの存在の物足りなさっていうのが、今まではもうずっと上だけ見てきて、あのやってましたけど、ああこんなもんだったんだなというのがもう身に染みて、そっか、はい、やっぱベルトを持ってる人っていうのはその団体のトップだし、全ての選手にこう潤わさなくちゃいけない、選手もそうですし、はい、スタッフもそれをできる人がチャンピオンだと思うから、やっぱそこを全然そこはまだ考えてもいなかっただろうし、はい、とにかくベルトを取るっていうことだけに執着で頑張ったんだけど、実際取ってみたら、まあ、時代もあるだろうけども、お客さんも減っていってしまってっていうので、はい、チャンピオンとしてじゃあ一番辛いくなったね、一番嬉しいはずなチャンピオンを取れたのに、はい、辛いことになっていっちゃうね。チャンピオンになった時が一番辛かったです、うん、そこから5年間も、うん、もっともっとこう下っていって、うんうんうん、その5年後にはもう団体解散になってしまったので、ガイアが、はい、ガイアが解散、はい、里村さんがチャンピオンになってる間も長谷さんとかいらっしゃるんだよね、はい、飛鳥さんとか長谷さんもいらっしゃる中でのチャンピオンなんだよね、はい、そうでした。あ、すごいね、はい、そういうところも経験して、まあ、その後に、ガイアが実際に亡くなっていっちゃうことになるんだけども、はい、その時っていうのはどういうふうに感じてたんだろう。長谷さんからあのガイアが解散しますっていうのは選手とかにみんなにお話があってそうなっていった感じ。はい、その解散を告げられる日というのは、私入院してたんですね、椎間板ヘルニアで、うんうん、そのミーティングにはいなかったんですけれども、うん、電話で、うん、解散するらしいよっていうふうに聞いて、うんうん、あ、そうなんだっていう感じだった。驚きはしなかったです。あ、はい、もしかしたらいつかはなっていうのはちょっと前からあった、はい、そういうのは。それを聞いて、うん、でその解散の日に長代さんも引退するというお話を聞いて、うんうん、でもそれを聞いたらここで終わらすわけにはいかないなという、うん、何か使命感みたいなのが自分の中で湧いてきまして、うんうんうん、解散しましたけど、うん、なんかこう引き継ぐのは自分の役目なんじゃないかなというのは、うんうん、感じましたね、うん、でその時の、まあ、長谷さんとか飛鳥さんとかまだいっぱいアジアとかもいる中で、引き継いでやろうって思ったのはガイアジャパンを引き継いでやるんじゃなくて、はい、自ら何かっていうふうに思ったんだ。ガイアジャパンのメンバーでやることは一切考えてなかったです。考えてなかった、はい、それは何でだろう。もう一回そのメンバーでやるんだったら、うん、ガイアジャパンそのままなくさ、うん、なければいいという考えだったので、うんうん、これをもう一回このメンバーで持ち直すっていうのは難しいなと思ったんです。難しいの理由は何だろう。今から考えるとやはりもうモチベーションがそれぞれ落ちてたのかなと思います、
その時の時代のプロレスに対してみんながやっぱちょっと違うかなって思いながら、まあ、みんなやっていた感じだったのかな、もうそろそろかなって思いながらやっていたのかな。そうですね、うん、ただ今から考えると、うん、その一番その下り坂だった時も、うんうん、今よりは全然いいんですよね。あ、毎回毎回後楽園、うん、満員だったので、あ、そうだったんだ。それでも、うん、ただの地方大会が少し集客がなくなっていったりとか、うんうんうん、試合数が少なくなったりしてたので、うんうんうん、今より全然入ってたんですけど、うん、でもなんかこうその時のおそらくこう全日本女子プロレスとガイアジャパンが最盛期だった頃のところから比べられて、うんうんうんね、すごくこのメンバーではやらないけども自分ので作ったメンバーでやっていこうっていう風に考えが変わってその時はもう私も一旦プロレス界を離れようと思ったんですけど、うん、それで海外で語学留学をしに一旦こうアメリカに行きたいなと思っていたところに、新崎仁生さんが道のくプロレスの社長だったんですけれども、うん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 、